皆さんこんにちは、ゆりです。やすです。今日は皆様にご報告があります。はい、私たちシャムロック乗馬 TV、はい、シャムロック乗馬クラブ、2017年頃から活動を始めまして、はい、今年でもう5年ですか。長いですね。長いもん、早いもんですね、はい、うん、アップロードした動画もですね、うん、200本を超え、チャンネル登録者数も 17,250 人かな。日頃から深く感謝しているというところであります。はい、そんな私たちシャムロック乗馬 TV、 シャムロック乗馬クラブではございますが、はい、この度、はい、本を出すことになりました。こちらでございます。はい、乗馬初心者さんのための Q&A、 こんな時どうしたらといったタイトルでございます。はい、いやできましたね。いやできました。実はあれですね、1年以上前から、そうですね、このお話をいただいて、かれこれ1年経ちましたよ。最初にお話いただいてからね、はい、内容は乗馬初心者さんにありがちな Q&A に、うん、まあ、できるだけ私たちが具体的に答えていこうみたいな内容になってるんですけども、はい、まあ、結構あれですね、動画の雰囲気をそのまま本にできたかなというふうには思いますよね。そうですね、情報がギュッと凝縮されてて、うん、で写真もついてて、ね、分かりやすいかなと思います。可愛いイラストと、はい、私たちの写真をいっぱい使って、うん、はい、まあ、何章かに分かれてるんですけど、はい、章末にはその扱った内容とリンクした動画に飛べるように QR コードが、こういう感じでね、QR コードがついてるので、はい、この本だけじゃなくて動画に行ったり、また動画の方からこっちの本でチェックしたりというふうな、両方合わせて使えるような、そんなナウな感じの本になってますね。ナウな感じの分かんないけど、今回本を出す土屋書店さんですね、はい、この編集の方からメールで、乗馬初心者の Q&A に答えるような形の本は作りませんかっていうふうなお話をいただきまして、そうですね、うん、編集者の方が乗馬されてるんですよ、ね、そう、乗馬をされてて、で私たちがオリンピック生配信をやったのを見てくださって、はいはいはい、でそれがきっかけになったっていうふうにはお伺いしております。はい、なので実際に乗馬をされている方だったりとか、うん、まあ、その方の周りであったりとか、うんうん、まあ、そういったところでよく聞くような Q&A を、そうですね、集めた、まあ、もちろん僕らがね、こういう Q&A よくありますよみたいに提案したものもありますし、うんうん、はいはい、かなりでもこうリアルなクエスチョンが集まったかなっていう感じはしますね。結構具体的に答えることはできたんじゃないかなというふうに思いますね、はいはい、本を作るにあたって、この写真を、まあ、ここに少しほぼちゃんと私の写真が載ってたりとか、ヤスさんと私とか、そうそう写真もりもりで作ってるわけなんですけども、そうです、ね、この写真をシャムロック乗馬クラブで撮った日の映像と、はい、2週間前ぐらいなんですけど、はい、出版社さんまで僕が行ってですね、はい、原稿の最終確認をしている時のメイキングの映像がございますので、はい、そちらをちょっとご覧いただこうかなというふうに思います。はい、それでは早速ご覧ください。どうぞ。さあ、ということで本の撮影をしております、はい、編集の自己紹介、渡辺です、よろしくお願いします。はい、渡辺さんです。そしてカメラマンの目黒です。はい、よろしくお願いします。カメラマン目黒さんです。そしてダンちゃんとヤスです。はい、よろしくお願いします。なんで愉快なメンバーで撮影しております。やっぱ強い脚浮上っていうと、うん、なんかギューって目いっぱい力を押すって思われた方が、うん、そうじゃなくて、うんうん、離してギューって言った方が力の差が差で分かりやすくなるから、だから足をめっちゃグッ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 ってやってもこれ差が少ないんでね。一回離すとゼロになるので、あ、ゼロからだったらチョンって当たるだけで分かるわけです、っていうのを言いたい。そう、これあんまり長時間上がらない。あ、分かりました。せーの、ポッポッポッ、オッケー。で、はい、強く当ててるのはちょっとなんかへこんでればいいかな。これ今もうマックスパワーで挟んでるんですけど全然分かんない、何も関係ないですよね、これはね。ないのと同じなんですよ。一回チェックです。すみません。キックキックって言ってるのはじゃあこういうことですね。一回離さないと無理です。はい。あ、なるほど。あ、一回チェックです。すみません。トントン。はい、オッケー、オッケー。オッケー、あ、またました。これでした、これでした。ヤスさんオッケーで、ヤスさんオッケーで来ました。これトン。トン見えて見えました見えました、オッケーオッケー、なるほどね、それでオッケー、そこ
すごい分かりやすい。なるほどね。あ、今度閉じていただくと、マックスです。ありがとうございます。参ります。パンパンパン、オッケー、一回ちょっとチェックです。お待ちください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。パート2終わりました。お疲れ様でした。はい、ダンディさんには上がってもらって、ダンちゃん本日アップです。起きる食べます。なるほど、なるほど、リズムだね。なるほど。もう一回行こう。行きますよ。行きますよ。じゃあ行きます。せーの。完璧なんじゃないんですか。ね、もう一回ぐらい行ってみましょうか。ちょっと待って。もう一回ぐらい行くよ。ちょっと待って。チェックしましょう。1日目の撮影が終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。でも山場の軽早足終わりました。おっとい、なになに、なんか見た。あ、いいね、あ、いいね。じゃあ、引き続き明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、写真撮影2日目の朝ですね。今、ヤスさんがモモちゃんに乗っています。馬も傾いた。馬も傾いた。こういうことですか、こういうことですか。はい、いけ、ちょっとチェックです。はい、写真でどうかな、どれぐらい写ってるか。でもね、やっぱりね、ギリギリ駆け続けれるようにセーブしちゃうから、ね。それがどこまで伝わるか。でもなんかすごく頑張ってくれる。頑張って。もうマーラちゃんだったら止まってるから、ね。あ、そうか。パワーあるわ、やっぱり。で、キャップ入れるタイミングは1回だけ。ね、はい。ここしか、立ってる最中とか、立ち切った時は足に体重かけてるんで、キャップができない。うんうんうん。ここだけお尻につくから、足が自由になるので、はい。ここ見比べれるから。いい本、いい本。で、早足のキャップ入れるタイミングか。ここがお尻ついてる。あの、めちゃくちゃ正確に言うと、その直後とか、もう一瞬、2フレームぐらい違う時なだけなので、4コマじゃなくて、実は8コマ。かなりシャッター切ってもらった方がいいっていう感じですよね。どんどん機材がすごく目黒さんに機材買ってもらう。1000万ぐらいのやつ。はい、ということでご覧いただきました。いや、結構ね、最後はね、何回確認しても修正点が見つかるっていうね。この、まあ、あるあるらしいんですけど、はい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 、焦りましたね。はい、本当に焦りました。あれ、ここ最後になって、ここの写真やっぱりこっちの方がいいかなとか言って、まあ、視聴者の方にはね、なんか最近ヤスいろんなとこ行ってねとちょっと気になった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、まあ、こういった感じでございました。裏側はね、始発の新幹線でね、行ったりとか移動してましたから。いや、でもちょっとごめんなさい、しばらく動画のアップもちょっとごめんなさい、あんまり引っ張りできてなくて本当に申し訳なかったんですけども、もう私もやすさんも結構これでちょっと忙しかったなっていうところですね。いろいろ重なってましたから、ね、そうですね、移動がめちゃくちゃ多かったので、はい、ということでできましたよという で、 できてよかった。こちらの本なんですけれども、はい、定価が1980円、全国の本屋さんでも一応販売される予定です。そうですね、おそらく11月の頭からかな。はい、本屋さんに届き次第売っていいらしいん で、 そうです、発売日というのはないなんかないらしくて、らしい、なんかそれがね、はい、本業界ってそうらしいんですよ。はい、私たちも初めて知りました、ね、いろいろ知らないことだらけでしたけどね。アマゾンがね、11月の6日とか書いてあったかな、うんうん、まあ、今もうすでに検索すると出るようになってるし、はい、予約もできるようになってるらしいんですけど、なので皆さんが使い慣れているサイトで買っていただけたらいいかなというふうには思います。で、1ヶ月ぐらい遅れて電子書籍も出るそうです。まあ、またその時は告知を出したいなというふうには思っております。はい、はい、最後にじゃあ本の見どころを言ってしまいましょう。はい、ゆりさんにとってこの本の見どころはどんなところですか。本の見どころか、はい、なんだろうね。はい
こら全部だから上げるのが難しいとかそういう風に言うんだよそうだよね、だって全部だよ、全てのページにね思い出と愛が詰まってます。そうですね、こだわりましたね。うちではどうしているかっていうのを結構徹底的にやったかなって感じはします。かなり具体的なところだと思うし、うん、あとはそのこのものが理想、ね、だよねってだけじゃなくて、うん、どっちかっていうと そこまで行くためにはどうしたらいいかみたいな、うんうんうん、方法論的なそういうアプローチがちゃんとできたかなというふうに思いますね。そうですね、はい、ご自身が習ったいろんなやり方があると思うんですけど、もちろんそれを否定するわけでなくて、ね、そうそうそう、でもなんかプラスアルファとしてこの本の情報が皆様の役に立つと嬉しいなっていうふうに、そういう手もあるのかぐらい、ね、はいはい、思っております、はい、安さん的な見どころはどこですか。そうですね、まあ結構文章に関してはね結構メインで僕が書いたところもあるんで、はい、半ば遺書ですよね。遺書もう全部出した死ぬのもう全部出したこの35年分を全部出したもう出ない出ない出ないもう出ない、もうだからここに最高検索、ここにいる僕は絞りかすですあ、本当ですかいいものになったと皆様に感じていただけると嬉しいなって感じですね。そうですね、本当に、はい、ですからあとはこれがねいろんな人の手に渡って楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いますし、はいはい、今までとまた別な楽しみ方を見つけるきっかけになるとか、うんうん、そうなってもいいなというふうに思ってます、はいはい、こちらの乗馬初心者さんのための Q&A 手に取っていただけると嬉しいです。はい、はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。出版おめでとうと思ったらね、ぜひいいねお願いします。私たちも嬉しい、はい、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ ねよろしくお願いします。はい、買ってください。お楽しみに